皆さんこんにちは。今ね JR の亀岡駅、京都のストリートピアノに来てます。その前に佐賀嵐山駅のピアノをね行こうと思って行ったんだけど、トロッコ列車は動いてない、2月いっぱいまでは行けないことで閉まってたんで、急遽亀岡駅に来てます。それではちょっと2、3曲弾きたいと思います。4曲ぐらいかな、弾かせていただきました。ちょっとねめちゃ寒くてちょっと限界に来たんで、そろそろ終わりたいと思います。ここね観光案内所があって、隣にうどん屋さんがあります。ちょっと美味しそうなんで、また次回ね食べてみたいと思います。酒の館もあります。こっち招き猫はね、でかい招き猫が置いてあるんで目印です。駅降りて右の方に歩いてもらったら見つかると思います。ただ水曜日がやってなくて、平日だけみたいですね。また確認してからぜひ行ってください皆さん。それでは。